主演なのに姿なし。平野市洋が黒詐欺、配信ページから排除、疑惑にファン騒然。TBS ドラマ、黒詐欺における平野紫耀の不自然な排除についての疑惑が、ファンの間で広がっています。本記事では、この疑惑の背後にある事情や、ファンの反応に焦点を当て、一連の出来事を詳しく検証してみたいと思います。 平野紫仕様はキングプリンス時代に黒サギで主演を務めた際、その演技力や存在感で多くのファンを魅了しました。このドラマは、プロの詐欺師たちを騙す詐欺師、黒詐欺という役を演じた作品であり、平野のファンにとっては特別な思い出となっています。しかしながら、最近 Amazon プライムビデオにおける クロサギの配信ページが不自然な状態になっているとの指摘が相次いでおり、これがファンの間で不安と疑念を呼んでいるのです。クロサギの配信ページでは平野耀が TBS ドラマ初主演として紹介されていますが、問題はサムネイル画像にあります。全10話分のサムネイル画像には、主役である平野の姿が一切映っていないのです。 代わりに、共演者である黒島ツナや三浦智和の姿が見られます。さらに、トップページに表示されるメインショットも黒島傑再一人の顔のアップ写真となっており、平野の存在が薄く、不自然に感じられます。この事態に対して、ファンからは不満と疑念の声が相次いでいます。 一部のファンは、アマゾンプライムビデオが平野仕様を忖度しているのではないかと疑念を抱き、濃くすぎる。違和感しかありません。平野仕様さんの性婚込めた作品なのに、悲しいです。プライム外装かな、エピソードのところが他の俳優さんなのはありだと思いますが、トップ画が主演じゃないのは違和感、といったコメントが SNS やオンラインコミュニティで見られます。 さらに、配信ページの出演者情報には、平野紫耀、キングプリンスと全所属グループの名前が記載されたままで、これに対するファンの突っ込みも相次いでいます。ファンの中には、アマゾンが、やめじゃに、の画像を掲載することを躊躇しているのかもしれないとの憶測も広がっています。 しかし、一旦物事が公やけになると、その内容を修正しない方が問題を拡大させる可能性があることから、この状況はファンにとっては複雑なものと言えるでしょう。この一連の出来事により、平野仕様のファンの一部は Amazon プライムビデオを大会したと報告し、影響が出始めているようです。 一方で、ファンの中には真相が不明ながら、この問題に対する注目が高まっており、今後の展開が注目されています。TBS ドラマ、クロサギの Amazon プライムビデオでの配信ページにおいて、主演である平野耀の姿がサムネイルから排除されているとの疑惑が広まっています。この状況に対して、 ファンからは不満や疑念の声が相次いでおり、一部のファンはアマゾンプライムビデオを大会するなどの行動に出ているようです。一方で真相は明らかにされていないため、今後の展開に注目が集まっています。ファンと配信プラットフォームとの関係が話題となる中、平野紫仕様のファンたちは彼の作品と存在に対するサポートを続けています。